はい、いつもお世話になっております。パーソナルブレイク、SPX のホッケー出たばっかりですね。これ3箱ですね。はい、よろしくお願いします。開けるのは一つずつやっていきますね。これがですね、4パック入ってるんですけど、カードが、ワンカードパーパックなんですよ、これ。かなり高級仕様にしてきてるんですね。まあ、カタログ見ていただくとわかる通り、結構、いいんじゃないかと思います。はい、もうこういうカードですね。まあ、デコイも一緒に入ってるような感じで。裏ですね。もう1枚しか入ってないです。デコイがあって、下がジャージ、ダブルジャージですね。199のダブルジャージ、ダブル XL ですね。まあ、無駄がなくていいですね。この方がいいのかなと思います。 はい、デコイがあって、この下縦型っすね。こうだな、大でしょうか。ルーキーのこれがベースかな。マッシュカチャックだ。カチャックソンですね。 はい、かなり良さげな。そうですね、かっこいいです。やっぱアッパデック、こういうね、黒の使い方、配色具合がいいですね。はい、この次はもう一個ルーキー、ジミー・ベセイですか、レンジャーズのルーキーですね。さっきのがベースで、これがジャージですね。はい、まあ、分厚いのがって思う人あるかもしれないけど、分厚いのが人気出ますよね。ホッケーはね。はい、もう一個ルーキーですね。お、パッチが入ってる。誰だ。はい、レンジャーズのルーキーですね。ブチェネビッチ。パベル・ブチェネビッチ。99の77ですね。かっこいいですね。一応ワンボックス、オートが1枚ということですね。まあ、ベースとジャージ2つとオートパッチ1個という感じですね。これは人気出そうな感じですね。はい、2箱目です。ここかな。25、縦かな、横かな。 SPX だからこうかな。12の25ですね。お、パッチがいい。パッチですね。バーコフだ。これは多分パンサーの、これもう一個の方のジャージの、だったような。昔のですよね、多分ね。UD ブラックっぽいようなパッチですね。ああ、カードのね、デザインがね。はい、バーコフ。これは、どっちだ？縦だ。こうっすね。ルキのベースですね。399。セバスチャン・エイホークですか。そのまま読んじゃうとちょっとね。またルキですね。ルキのベース。カパネ。カスペリ・カパネ。これも399ですね。
まあ、サインが1個っていうだけで、あとは結構ランダムなのかもしれないですね、入ってるのがね。あ、これなんか、シャドーボックスですね。誰だろう。これもう1枚しか入ってないですね。バーゼル。マッシュー・バーゼル。199ってシリアルがここにありますね。でも結構これあるんですね、枚数ね。はい。シャドーボックスオートグラフですね。199あります。うん。で、3個目。これ一番ちょいですからね。かなりいいんじゃないですかね。これは、うん、面白い。うん。値段的にもね、買いやすい感じですからね。はい、こうかな。横ですね。ダブルジャージですね。はい。カリソンですか？セネターズですね。シリアル、これはないですね。うん、ないです。ん、またシャドーボックスですね。誰でしょうか。ほい。あ、今度はサインなしなのかな、これは。はい。ダイアンストロームですね。249212ってなってます。まあ、カード自体はかっこいいです。うん。こうですね。うん。サインだ。誰だ。誰だ。うん。タイソン・バリーですね。はい。これも面白い。かっこいいですね。ホワイトアウトっていうサインのシリーズです。はい、かっこいいですね。うん、で、ラスト。ん？レデンプションだ。あれ、サイン2？ですかね。ないでしょうかね。コナー・ブラウンのシャドーボックスルーキーオートだ。なのでサインが2ですね。で、シャドーボックスルーキーオートはさっき2箱目でシャドーボックスルーキーのオートが出ましたけど、それの、コナー・ブラウンさんバージョンですね。結構出ますね、やっぱりね。いやー、去年はこの199とか引くのもヒーヒーでしたけどね。今年は結構出ますね。はい。結構面白いですね。なので、まあ、サインが2になる場合もあるということですね。はい。ということでした。はい。3ボックスのパーソナルブレイクでした。ありがとうございます。